呪いではなく。復帰したようですね、カナミさん。驚かないし、よそよそしい。巨神に距離を置きたい心境ですので。そうですか、エリアス・ハックブレードはカナミさんと旅を。そうでね、天才ってのと戦いになって勝った。We are チャンピオン。なんかクラ君、久しぶりに会ったら緩んだ。昔は人に迷惑をかけないように我慢重ねてる感じしてたけどさ。当たらずとも遠からずといったところでしょうか。父親が外で作ってきた望まれない子供、あの家で生きるためには目立たぬようおとなしくしているしかなかった。緩んだように見えるのはあの家に戻らずに済むから。でもクラ君、なんでこんなところに。事故に巻き込まれまして、おかげでバッドステータスもつけられました。つけられたの？誰？そういえば、私は誰に呪いをかけられたのか、誰に敗れて。岩が崩れる最中、天空方向にエリアス卿を見ました。ああ、なんだか似合わない顔してたな。落ち着け。何があった？偵察隊から連絡ですか？それが、あれはレイドエネミーだった。コウオーバツの奴ら全員やられて死んで送りになっちまった、うん、レイドエネミーだ。この辺にそんな奴がいるなんて聞いたことねえぞ。何が起こってやがる。ひどいことになっちゃいました。セン君様は大丈夫でしょうか。奇遇ですね、こんなところ。ヌエですね。タイガーエクオスティクト。さすが冒険ユーレット大陸。隠れていなさい、ファーリオ。はい。ハーフレイドクラスのモンスターですか。本来であれば適正レベル12人の冒険者で戦闘を行うべき相手。範囲攻撃かな。このままでは勝ち目はない。あいつがここのレイドボスなのかな。あれは空から来たのです。召喚術の概要がコンロンへと送られて、資源に応じた軍勢を各地に送ることが可能になったのです。我らが魔女の支配者西王母が時計の針をせかしておられる。この地に資格ある者はいないとの仰せ。虹を砕きし浜辺にて、まどろみにたゆたうかの君は帰還の夢を見ておられる。コロパティロンが次々と解き放つタイムリリースの獣を流星のように降らせよとの様子。新たな同胞エリアスよ、西王母の求めに従い己の執着にケリをつけよ。
魔獣は空から来たと言っていた。各地に軍勢を送ることが可能になったと。侵略の宣言、つまりは敵。難しいこと言っててよくわかんねえ。ああ、一体何なんだ？コロコロ。ああ！どういう意味なのだ、主君。コロパティロン、天才の名前かな。タイムリリースはフラグをなくしてしまうこと。最初の街を出たら、いきなりラスボス級のモンスターが列を作って待ってるようになるかもってか。まさか、ありえないと思うけど。オーラセイバー。私は敗北から学んだ。これが採取ではなく狩猟であると。あなたたちはあなたたちの剣で死に絶えるのだ。カナミ、ケロタロ君。エリアスのやつどうしたんだ。エリアス卿の脈拍および構成に異常が見られます。治癒を保証もですか。呪いを下がってて、できれば離れて。男同士でなきゃできない話もあるもんな。強いな。やっぱりエリアスは強くないとな。あんたは俺たち冒険者の間でも有名だったんだぜ。俺も何度も一緒に戦ったよ。一緒に勝ち時もあげた。あんたは俺たちにとってヒーローなんだ。何がヒーローなものか。妖精の呪いのせいで私は。エリアスは相手の HP を 25% 以下にはできない。だからカナミも逃げ回るばかりで攻撃しなかった。私を縛る呪い、私はこの鎖を引き継ぎるためだったらどんな苦難も引き受けよう。ならいいさ、やってみせろよエリアス。ヴィランは俺が引き受けてやる。ヴィランって？エリアスのために自分が悪役になってやるってことだな。熱い熱いぜカエルの人。座っていただけまして。お友達同士でなぜ殴り合いなど。拳で語るってやつですか。私は知っているぞ主君。え、これが男子力だな。どうなってやがる。おい人類、状況報告。それが何から説明すればいいのか。とにかく急いで天狼堂の奥ゾーン E を目指してください。この鮮血のデモンアックスには HP 吸収効果がある。より大きな HP 回復能力を得るためには相手へのダメージを増加させねばならない。しかし、両手武器としての高い攻撃力は利用できるが、それだけのこと。あちらの攻撃にも HP 吸収能力があり、私が与えたダメージを回復させてしまう。ならば。追憶の断裁、胸もしめタブー。記憶を捧げエネルギーに変換する。 MP 回復や付与効果の代償として自分の記憶を手放した。斧を振るうミロード。相手は大ダメージに驚くばかり。
この衝撃は余興の一つですよ。NP の枯渇を心配する必要はない。燃料はいくらでもあります。なぜ何故シーコ様、あなたの求める難問は世にあふれていますよ。あなたの課題が簡単なのはあなたが宝を求めていないから。もう少し欲張りになった方があなたの周囲は幸せになると私は思いますね。能力のある人はそれ相応に欲深くあるべきでしょね、ミロード。下がっていてください。はい。さすが天帝王母が老い子にと求める冒険者、あなたは覚えてないでしょうが、虎の牙を持つ魔女の天才ブカフィでしたね。あ、まさか記憶を取り戻した。呪いは、呪縛はどうなったのですか。解けたわけではありませんよ。だが失われた記憶を取り戻してはいけないという記載はありません。あの時、虹の海に浮かぶ絶海のことを崑崙にたどり着き、ブカフィーに霊族を求められ断った。そしてバッドステータスをかけられ放り出された。記憶やつながりを取り戻しても得られる利益はたかが知れています。だとしても記憶の一部を差し出して喜ぶ趣味は持ち合わせていません。パプス、それがあなたの真実の名前。退屈な人生からは逃れられないと諦めていましたが、かつて私は望みを諦めない気高い姿を見た。私は退屈を忘れさせてくれる存在を、敵を見つけることができました。思えばシロエ君たちもこの大地の上に己を刻み込もうとしていたのかもしれません。 DDD は居心地の良い場所だ。おそらくあれが私の宝。奪われるつもりはありません。取られて悔しくないのなら、私はヤマトに帰る。しかしそれはあなた方を倒した後です。また尻尾のセンサーが反応しました。まさか白く言うところのヘイト管理ってやつ。
たたりかけろ。ドドカッション。おいヒーロー、いつから意識戻ってるんだよ。どうだ。どうだって言われてもひどいパンチだ。素人みたいだ。妖精の呪いってのはもう解けてるだろう。そんなことはない。こっちの HP を 25% 以下まで削ったじゃないか。時間がかかりすぎた。あんな威力じゃ何もなせない。エリアスは誰かを殺したいのか。だから殺せない呪いを捨てたいのか。え、いや、私は仲間を守りたくて。だから。妖精の呪いってのは本当に呪いなのか。呪いじゃない。俺たちファンの間ではそれは呪いとは言わない。エリアスの誓いが結晶化したものだって言われてた。誓い？エリアス、あんたは殺せないんじゃない。殺したくないんだ。ゲームの頃からそうだった。あんたは相手を殺せばピンチを脱することができてもそうしなかった。そのせいで逃げられたり捕まったり。でもそれでも殺したくないから殺さなかったんだ。モンスターだけじゃない。大地人も冒険者も古来種もどんな相手も殺さないってあんたは誓ったんだ。俺は知っているよ、あんたの物語を。俺たちはちゃんと読んでいる、あんた本人より。だからあんたを応援している。あんたのそれは誓いだ。呪いだなんて自分を嫌うなよ。どうして呪いが解けたんでしょう。クラスティさんと同じだよ。ルールを変えたんだ。自分の意思で限界を超えて。その後合流したミロードたちは天狼堂最深部の放送局跡にたどり着き、この地を滑る力の証明、誠に長寿。ここに何時らの宝山を認め、迷える羊飼いとして取り立てようぞ。セイオーボ様。早速の挨拶、後陣の至り。天才の親玉か。訓論でクラスティさんが会ったっていう。主君、訓論とはどこにあるのだ。おそらく月。かくしてミロードたちはヤマトを目指し旅を続けるのでした。めでたしめでたしですわ。シロエさん、クラスティさんが伝えたかったこと分かりましたか。気づきさえあれば冒険者以外でもこの世界のルールを変えられること。それとも天才がエルダーテイルのシステムを利用する可能性について。確かなのはクラスティさんが天才と戦いに月まで行くつもりってことだね。ちょっと待ってください。お月様まで戦いに行くなんて、そんなこと。当然やりますわ。やるでしょうね。ではいつヤマトにお帰りに。ミロードならついでにブラックホールの向こう側まで行きかねません。いつになることやら。ログホライズンならぬイベントホライズンってか。なんて勝手な。それでしたら私がクラスティ様を迎えに参ります。マジか。頼りになる円卓代表祭り。なるほど。シロエさん、さては何か思いついたな。シロは今日もギルド会館か。新生円卓会議の準備で毎日大変なのですにゃ。もう長いこと顔見てねえな。単身赴任の父親みたいに言うな。じゃじゃーん。それは金見人形。ピンポーン。ねえねえ、なおつぐしゃん、ちょっと聞かせてほしいんだけどさ。
何を？このみさんってズバリシロさんの彼女だったの？あれ、まあそろそろいいかですにゃ。うん、ないと思うぞ。てかはっきりない。そもそも二人が付き合ってたらシロの胃が持たない、命が持たない可能性すらある。そうなの？あの二人はそういう関係ではなかったですにゃ。お姉さんと弟みたいなものですにゃ。でもまあシロはカナミさんのこと好きだったかもな。ずいぶん落ち着いてますね、赤月さん。過去は過去だからな。むしろすっきりした。知らずにいるよりずっといい。よっ。はあ、じゃあこれ直すぐしゃにあげる。いらねえよ。じゃあ誰にあげようかな。白井さん、報告書です。白井さん。はい。最古の古来種。都市計画課って大変そうですね。実質雑用係だよ。秋葉を今より良くしようって建前でいろんな厄介事が持ち込まれるんだ。私ももっと力になれたら。今のお悩みは何ですか？そうだね、中期的課題といえば3つかな。3つ？まずはウエストランデとの関係だね。西宮家とのこともあるし、いろいろややこしくなっちゃってる。なるほど。次は月との交信だ。敵もいるだろうけど情報を得られるメリットは大きい。でも巨大アンテナを作るにはお金がたくさんかかるんですよね。お金も技術もね。ただ10万人規模の開拓民がいる今の秋葉なら不可能じゃない。あ、そっか、以前より規模が大きくなったから。3つ目は天災。今まで出現した以外にも様々な特性を持った個体が観測されている。警戒は必要だ。そうですね。渋谷レイドでは緑たちも随分活躍したよね。正直助かってるよ。いえ、それもこれも白井さんがハーメルンから助け出してくれたおかげです。私もトーヤも他のみんなもすごく感謝してます。本当に強くなったな。カルトアイ！エクセレントだ、ミスタートーヤ。今日はこれくらいにしとくか。大収穫ですね。みのり隊員、今頃うまくやってるかな。隊員って？あの子はもっとゴリゴリ押してくべきだと思うんですよ、イスズ隊員としては。何の隊員ですか？みのり応援隊隊長ですよ。隊長になった。こうくっついたり、一緒に買い物行ったり、髪の毛溶かしてあげたりね。白江さんはきっと鈍感だから、そういうのしないとダメだと思うんですよ。いすずちゃんとルディさんみたいですね。え？いやいや、ルディはただのワンコだよ。とにかく、みのりをデートまで持ち込ませるの。またなんか悪だくみしてら。誰か倒れてる。老家族の大知人。大丈夫ですか？ご飯を恵んでくださいまし。くく、大変。食べ物ならさっき。うわ。待って待って、まだあるから。よっぽどお腹が空いてたんだよ。ねえ、あなたたちどこから？どうする？どうって大丈夫だろ。レベルも俺たちよりちょっと上だし、この辺のモンスターはあらかた片付けたし。まあそうだね。ヒゲが来るとおやつが出る。毎日でも歓迎するぞ。ガータンは食いしん坊だな。育ち盛りといえ。ヒゲは流れ物になったそうではないか。円卓会議脱退のことか。何故抜けたのだ？仕事のためだ。イースタルにもウエストランドにも属さず、政治的中立を保つ
それが郵便屋の矜持だ。ほれ、シロイ殿からの返事だ。一度は南に顔を出したいとさ。楽しみだね。しかしなんでわざわざ手紙にするんだ。電話でもいいだろうに。他人にシロへの考えを説明するなら書面でまとまってた方が都合がいい。それに電話は盗聴される可能性もあるからね。本日のスープはキャベツとアスパラガスのカレー風味、それからグラスチキンのサンドイッチやで。はあ、体に染み入る。激ヤバですわ。最近はここでの食事が私の生命線ですよ。ウッドコの自慢の料理人やからね。以前より和やかになったな。ラウンドテーブルデクリメント、円卓の11人なんて言い方も良くなかった。新メンバーが入りづらい雰囲気になってたのかもしれないね。老師の提案も的を射ていたと思うぞ。皆さん、議題が多い時こそ食事は取るべきなのにゃ。人間食べないとイライラしてしまうにゃ。確かに班長はよく見てるよな。白棒もたくさん食べなあかんで、ますますやつれとるやん。はい、美味しくいただいてます。レイネシア姫も少し元気がありませんわね。姫、あ、どうかなされました？クラスティ様をユーレット大陸から連れ戻すと言ったものの、具体的にどうすればいいのかと。私にも日々のお仕事がありますので、そう長く秋葉を離れるわけには。僕にいい考えがあります。この際姫には休暇を取ってもらうというのはどうでしょう。ポダルゲーという姫専用のござ船があります。クルージングがてらユーレッド大陸へ渡ってもらえば。なるほど、船ですか。空路よりは安全ですよね。ついでにクラスティさんを連れ戻してもらうんです。円卓会には戦力を必要としています。何より彼が戻れば姫の負担も大幅に減るでしょうから。確かにそうですよね。優雅な船旅、どのようなものなのでしょうか。わかりました。その任務謹んでお受けいたします。新たなクエストの発生ですわね。 D3 ハブも全力でサポートしますわ。主君さすがだな。いつの間に考えていたのだ。姫は西宮家の名に泥を塗っちゃったからね。南との関係が改善するまでしばらく行方不明になっていてもらう方が都合がいいんだ。この前思いついたのはこれだな。黒い、どこまで黒いお方ですの。白江様は今日も大量お祭りだったぜ。ですね。疲れた。あ、おかえり。みのり、でどうだった。どうってそんなすぐ切り出せないよ。もうまずはデートに誘わなきゃ話になんないじゃん。だって忙しそうだし。忙しいは大人の常套句なの。その気になればいくらだって時間作れるんだから。トウヤ、ミノリ、イスズ。おお、カモモ久しぶりじゃん。みんなも元気そうだね。なんかミノリ顔つき変わった。え、そうかな。そっちも戦闘訓練してきたの。そうっすよ。お、レベル上がったね。お互いにね。君たちは大災害直後に私たちハンメルンっていうギルドに囚われてて、シロエさんが助け出してくれたんです。私もススキノで助けてもらったな。僕もだ。そのシロエさんのギルドで頑張ってるんだよね。うん、とっても居心地いいよ。今度合同でクエストやろうぜ。やろうやろう。ねえ、あれ何？さっきからこっち見てるんだけど。あれは森の中で倒れてた。秋葉に近づいている。ついてきちゃったのかな。ご飯あげちゃったから。はいはい、お腹すいたよね。はい、くしゃー。な、何この子たち、連れて帰れってこと？ごめんね、うちペットを飼えないんだ。ペットって
嘘、この二人古来種だよ。マジかよ、ステータスよく見てなかった。古来種って言ったら出雲騎士団とかエリアスとかのあれか。すげえ、そんなすごい人たちがどうしてこんなひどいことに。古来種にもいろいろあるんですね。とにかく二度も置き去りにするのは忍びないな。とりあえず白井さんに相談してみようよ。みんなお帰り。どうしたの？あの、ちょっとお聞きしたいんですけど、白井さんってペットを飼ったりしてました？いや、特には。じゃあ、好きな動物っています？例えば、犬とか。犬は好きだね。あ、でも、狼はちょっとね。特に出雲のは勘弁ですにゃ。え、特に姉妹はね。なんでピンポイントで。狼がどうかしたのかよ、シロ。ちょっと苦い思い出があってさ。それがどうしたの？あの、実はここに連れてきたいペット友達がいるんです。いや、わあ、どうしよう。よくぞ言った。え、ついにこんな日が来たか。感慨深いですにゃ。みのりたちが友達を連れてくるなんてな。広めのギルドハウスを買った甲斐があったよ。そんな大げさな。では初めてのご友人のために精一杯のおもてなしをしなければなりませんにゃ。明日は歓迎会ですにゃ。届けてもらう手はずになった。ああ、そっか。もしかしたらお泊まり会になるかもしれないもんね。私もレイニシアのところでやったぞ。あれは女子力がアップする。主君、アンパンを食しに行こう。うん。美味しいね。ここのアンパンは絶品なのだ。気持ちいいね。うん、そうだな、主君。なんだろう、居心地がいい。会話が途切れてももう気にならないや。過去は過去か。え？主君は以前こう言った。誰かの居場所を作ってあげることが自分の居場所を作ることになると。うん。主君は何かを失った代わりにギルドを作ったわけではない。もちろんだよ。主君はもうデボーチェリティーパーティーの参謀ではなく、ログホライズンのギルマスだ。あ、それだけでいい。それだけで。見ろ主君、虹だ。お、綺麗だね。これまでも一緒にいろんな景色を見てきたね。どれも覚えているぞ。パルムを抜けた先の朝日、舞浜の花火、月の浜辺。さあ、買い物もしたし帰ろう。うむ、主君。どうした、シロ。じゃあ自己紹介を。とりあえず食事にしますかにゃ。それで君たちは一体。やあやあ、初めましての人は初めまして。
とか。お行儀が悪い。本当にすみません。私はレリアモフール、このダメ妹の保護者です。本当に申し訳ありませんが、ロギン消失ゆえ今後ともご飯をよろしくお願いします。さて、どっから突っ込めばいいんだ祭り。班長、間違いないですにゃ。この二人は知る人ぞ知る出雲のポンコツ姉妹。ポンコツ姉妹、なんか聞いたことあるぞ。エルダーテイルのサービス初期から登場してたキャラだよ。その頃はまだプレイヤーレベルの上限が50だったから。65といえばかなり高いですね。そう、彼女らは最古の古来種と言われてる。子供の守護者とも呼ばれてて、あの出雲騎士団の設立者でもあるらしい。マジかよ、こいつらが。あの、そんな伝説級のキャラが今まで何をしていたのだ。妹と一緒にちょっぴり洞窟的な場所にいたんですが、ある時入り口が塞がれてしまって。姉様とずっとこたつで冬眠していたのだ。かれこれ50年。50年？ゲーム世界ではそうなるね。拡張パックが導入されるたびにパワーインフレが起きて出番は激減。新たな古来種に主役の座を奪われて、今ではダンジョンの入り口も閉ざされている。私がエルダーテイルを始めた頃には完全に忘れられた存在だったわけか。そんなとこまでゲームかよ、ひでえな。なんだかかわいそう。全然かわいそうじゃないよ。白井さん、ちょっと。うわ、ちょっと。あれ、本当にうちで飼うつもりなんですか。飼うって犬や猫みたいに。アマルドールの鱗探し、あのクエスト僕忘れてないんだけど。鱗探し、なんだそれは。ヤマトサーバーの悪名高いクエストの一つだよ。ある秘宝級の装備を手に入れるためにオオトカゲの鱗が必要でね。試作品として最初に1000枚、次に3000枚。3000枚。僕もアイテム欲しかったからね、必死で3000枚集めましたよ。でもあのポンコツ妹が、僕の預けた3000枚を怪しい壺と勝手に交換しちゃってさ。ひでえ。またやっとの思いで3000枚集めて、今度はお姉さんに預けたんですよ。絶対わざとだと思いましたね。私だったらモニターに膝蹴りだな。またまた死ぬ思いで3000枚集めて、今度は2人に運ばせたんだけど、妹がツケで飲み食いしたお店のおじさんに取り上げられちゃった。結局同じこと4回もやらされて、合計13000枚。心底同情する。その頃やってなくてよかったぜ。まあ鱗に限らず初期のクエストは作りが雑だったから。白井さん、あの二人ここにいてもらっちゃダメですか。行くところがないんです。そんなに悪い二人じゃないんだよ、白井兄ちゃん。ま、悪人ではないな。ちょっとたくさん食べるのが好きなだけですよ。ちょっとなの？たくさんなの？たくさんのたくさんかな。わかった、過去は過去だもんね。あの姉妹は今はみのりたちの友人、それだけだ。シロエさん、さすがは主君だ。シロエチ、皆さんちょっと来てもらえますかにゃ。先ほどのお話をもう一度お願いしますにゃ。お二人はどうして秋葉へ。全国食べ歩く。違いますにゃ。私たちは邪悪な気配を追いかけて秋葉に来たんです。邪悪な気配？モンスターか。エレイヌスって自分で名乗っていたのだ。エレイヌス？おいシロ、このタイミングで秋葉を目指してくるってことは天才の可能性が高いね。
秋葉は狙われている。